Vivian Entertainment Production。 おはようございます、こんにちは、こんばんは、さきなこです。 Vivian YouTube チャンネルをご覧の皆さん、登録していただいている皆さん、どうもありがとうございます。1月ももう1ヶ月ぐらい経ちましたね。どうですか、新しい年になって1ヶ月。ミロです。かわいい。私はと言いますと、まあ寒さに弱いので参ったなと思いながら日々過ごしております。そんな中、はい、ミロです。ミロです。はい、どうもミロです。はい、降りた。そんな中ですね、今回結構ね、ビビアンの仲間たちはご自身の趣味や特技を、披露されてると思うのですが、ここしばらくは私もですね、趣味は、まあ、映画鑑賞だったりとか音楽聴いたりなんですが、特技がね、驚くほど少ない無芸退職なので、唯一の特技と言ってもいいかなは、6歳からやっているクラシックバレエです。16年間習いました。その間ね、結構友達と遊びに行くこともせず、お家にね、バーと鏡がありまして、練習してみたりしたわけなんですが、16歳でデビューして、まあバレエの道よりも女優さんの道を選んだわけです。その後ね、トネジの木梨憲武さんと一緒に憲武バレエ団とかでね、ちょっと頑張ったわけなんですが、もうその時にはブランクがありすぎて、今ね YouTube でも見られるのもあるんですけど、下手すぎてがっくりきました。大人バレエもねちょっとやったんですけれど、がっくりきました。まずレオタードが着れない、足も上がらない。そんな私は今バレエを見たりですね、あと次女の萌ちゃんがバレエ習ってるんで、それの応援が楽しみの一つでもあります。そんなね私なんですが、実は、ちょっとした発表がありまして、まあね、自分の好きなバレエに携わ、はい、ミロちゃんあくびしてた、はい、かわいいミロちゃん、携わ、はい、じゃあ次週をお楽しみに。あ、すごい揺れてる、すごい揺れてる。